横浜の日吉にできた家系ラーメンの新店大木屋、大きい輝く家、はい、大木屋行ってきました。こちら京急蒲田にある大木屋の2号店みたいで、蒲田の方もね去年行きましたね。まあ、去年オープンだったんで、はい、新店ちょっと、意欲的に回ってたっていうのもあって、行ったんで、多分、蒲田店ができて1年も経たずに2号店っていう、はい、かなり勢いがあるなーっていう感じですけど、いや、でもね、僕、もう正直、家系ラーメン食べても、もう、どんなだったか、記憶できないのね。はい。もう、これは僕の経験値が多分低いんでしょうね。はい。もう正直、蒲田がどうだった今回、日吉の食べて、どこがどう違ったか、逆に一緒だったかみたいな比較はもうできません。はい。はい、まあ、でも、そもそも蒲田の方も美味しかったっていうすごいいい印象は残ってたので、今回もちょっと期待していったんですけど、いや、美味しかったですね。はい。もう素晴らしくよくできた、はい。家系ラーメンでした。チャーシューも燻製してあって、なんかスープと返しのバランスも、非常にね、バランスが取れてるようなタイプで、美味しかったですね。麺もしっかり、美味しかったし、最近の家系ラーメン本当にどこも美味しすぎますね。はい。なー、新店もほら、家系ラーメンって結構ちゃんとしたお店で修行された人が独立するパターンが多いので、なんかもうハズレを探すのってほんと難しいんじゃないかなっていうぐらい美味しいですね。だからこそこう、なんだろうな、各店舗の細かない味の印象っていうのも忘れがちになってしまうのかもわかんないですね。家系ラーメンって割と麺はこういうもの、スープがこうで、具材はこうで、みたいな、縛りというか、まあ、型がね、割としっかりしているラーメンなので、はい。まあ、何にせよ、美味しいお店が増えるのはいいことかなっていうのと、特に日吉っていう場所、家系だと、ラスタとか、まあ、武蔵屋もすっごい古くからありますよね。だから割とこう、オールド家系がずーっと長いこと、ね、まあ、トップに君臨している土地というか、はい。まあ、そういう場所だから、割と今っぽい家系ラーメンの新店がドーンってできたらね、すごく人気になるんじゃないかなっていう気がしましたし、それこそ僕、ライス頼まなかったんですけど、無料でセルフサービスなんですよ。だからもう僕以外のお客さん全員ライス頼んでるみたいな感じで、で、僕食べてる時気づかなくて、もう、お店出て返しな、その携帯で検索して気づいたんですけど、なんかご飯セルフサービスが、横になんつうんだ、ご飯のお供的な食べるラー油とか、おしんことかがなんか結構置いてあるらしくて、それも無料らしいんですよ。僕ちょうどね、そのご飯コーナーに背を向ける感じの席に座ってしまったから全然、目視はしてないんですけど、なんかそういうのがあるらしくて、それ知ってたらちょっとご飯ね、少なめでも頼んでよかったかなって思ったんですけど、それこそ自分の目の前にあるね、卓上調味料も、もうニンニクもおろしと刻み2種類あったりだとか、生姜もあったり、まあ豆板醤も当然あるし、あとマヨネーズがね置いてあるみたいな、めちゃくちゃご飯を食べさせるお店だし、それが無料でしょ。でさらにラーメンも確か並750円とかだったので、めちゃくちゃコスパいいんですよね。はい。もう正直これは別に悪く言うつもりはないですけど、
他のラーメン屋さんに悪影響なぐらいコスパがいいですもう昨今のラーメン屋さんがね、食材の高騰でヒーヒー言ってる中こういうお店が出てくるっていうのはなかなかな恐ろしいなっていう感じなんですけど、まあでもお客さんにとってねありがたいお店なのは間違いないので、はい、特に日吉ね、学生ね、大学があるでしょ、何の大学か知らないですけど、だからその大学生なんかもう大好きじゃないですか。僕も自分がその学生時代にその大木屋が最寄りにあったら多分週1回ぐらいは間違いなく通うだろうなって思いますし、いやー本当にこれはその辺にいる人たちには嬉しい進展なんじゃないですかね。はい。で実際遠出してわざわざ食べに行って全然いいお店っていうか、価値のあるっていうか、損はしないと思うんで、ちょっとね遠方の方もぜひ足を伸ばして、はい、大木屋行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回こんな感じです。ありがとうございました。